こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。今日から、この三拍子のブラシですね。ブラシの三拍子の場合は、ワン、ツー、スリーっていくとこう逆転しちゃうんですね。なので6拍で考えます。ワン、ツー、スリー、ツー、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ツー、ツー、スリーというふうに、1、2、3、2、2、3、ここで一塊になります。で、ベースが全音符でいってる場合はバスドラも1、2、3、4、5、6、7、8、9、10までいったらアクセントしてクラッシュです。でまたクラッシュクロス、というのが基本で考えていただければいいかなと思います。基本パターン、まあ、ブラシがちょっと難しいのでステージ2の方から、このブラシの形を覚えていただいて、ステージ1の方はもうスティックのみで考えてますが、ステージ2の方は1ヒットは覚えていただきたい。なのでまず足をなしにしてハイハットは2拍だけ残して、ワン、ツー、スリー、フラットのサウンドをここで押さえつけて、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、一拍裏はワン、ツー、スリー、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ツー、ここら辺までは問題ないですが、ワン、ツー、スリー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 、次ですね、ワン、ツー、この時はワン、ツー、ここの裏側は左手で叩くので、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー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 、ツーとなります。次、これ2の裏、3の表、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、ツー、ワン、ツー、この手前のドーンは省略になって、ワン、ツー、スリー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 となります。次、ワン、ツー、スリー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 。ここは何の省略もなく、3の裏は、ワン、ツー、スリー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 という具合になります。で、次は2小節目の頭ですが、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ツー、ツー、2小節目の頭はここに押さえつけで問題ないですね。ワン、ツー、スリー、ツー、ツー、ワン、ツー、スリー、ツー、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ツー、ツー、スリー、ツーの、2小節目の1裏はワン、ツー、スリー、場所はこっちになるものの、ワン、ツー、スリー、ツー、ワン、ツー、スリー、同音省略は特になしです。次、ワン、ツー、スリー、ツー、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ツー、ツー、スリー、2の、2小節目の2の音。これも同音省略はなしです。ここまでは問題ないですが、次、ワン、ツー、スリー、ツー、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ツー、ツー、スリー。ここで一つポイント、長く教えて思うんですけど、このワン、ツー、スリー、ツー、ツー、ここみんな入れたがるし、僕も入れたくなるんですね。これはやっぱり、ワン、ツー、スリー、ツー、ツー、スリー、次に大きい強拍が来るので、そこにワン、ツー、スリー、ツー、ツーに着地するのにドーンを入れたくなるっていうのは心理なので、これ入れていいと思います。ツー、スリー、ツー、ツー、だからドーンの位置が変わる。ワン、ツー、スリー、ツー、ツー、本当だったらここの裏に入るのがアクセントに変わって、ここの頭、ワン、ツー、というふうに変わります。これはもう一個あって、ワン、ツー、スリー、ツー、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ツー、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、ツー、ツー、スリー。ここもワン、ツー、スリー、ツー。この裏の音は省略するけど、ここにアクセントがあると次にトトンって行きたくなる。ワン、ツー、スリー、ツー、ツー、ワン、ツー、スリー、ツー、ツー。これは不思議なんですが、
ワンツースリー、ワンツー。ここはそんなに入れたくならないですよね。ワンツースリー、ワンツー。ここは問題ないんですが、ワンツースリー、ツースリー。ここ入れたくなるんですね。なのでやっぱりより強い強拍にリズムが流れていくってことなので、ここは入れなくてもいいですが、入れたかったらあのドンの位置を変えちゃって、6の裏に変えてしまって構わないですよというお話ですね。あとはワンツーシーツーツーシーワンツーシーツーツーシーというふうになります。なのでワンヒットで、2小節目の2の裏ワンツーシーツーツーの時とワンツーシーツーツーシーワン2小節目の2の裏の時と3の表のアクセントの時は同音の位置が変わりたくなるっていうのは、これは変えて構わないですよっていうお話でございました。なのでこの12個のリズムパターンちょっと難しいですけど、足で覚えて、足はもう一緒です。で12箇所全部足で入れれるようにしておいてください。以上、ブラシでのワンヒットでございました。ここちょっと難しいですが頑張って練習してみてください。以上です。ありがとうございました。